時間はもうすぐ7時半になりますけども、お食事に行きたいと思います。峰さんの探してくれたカニ、ジンギスカンとかいろいろこう食べ放題のところで、これからお食事してきますけども、このお食事を行くというレビューを3人が撮ってます。はい、こちら峰さん、はい、こちらが瀬戸さんです。みんなどうか変態ですね。さあ、こちらがすすきののメイン通りをご紹介したいと思います。こちらはですね、まあ大人の歓楽街的なノリですね。この状態でいろんなお店があります。今日はですね、僕らは健全な動画変態なので、お食事にするだけなので、そういうところには行きません。大丈夫です。誘惑には負けません。すすきののメイン通りに瀬戸さんがノリノリになってるだけです。なってません、なってません。隣でなんかいろいろ言っておりますか。で、このカニさんはどこまで行けばいいんですかね。あ、まっすぐ、まだまっすぐ、まだまっすぐ、いろんな誘惑に負けないようにまっすぐ行かなきゃいけないですからね。あ、ガチャピン来ました。ガチャピン、ガチャピン発見、ガチャピン発見。通りましたね、ガチャピンです。肖像権の関係で後ろ姿しかお見せできませんけども、いろいろね、大変なんですよ、待ち取りの場合。日華ウイスキー来ました。日華ウイスキーです。さあ、ということで、すすきのを抜けて大きな通りまで出てきました。ここがですね、かなり大きな通りですね。ここからもう少し進んだところに今日行くお店があるみたいなんですけども、メイン通りにはですね、あんまり飲み屋街とかが多いだけでディープなお店はないみたいです。これ宗さん情報ですよね。裏通りに入るとちょっといかがわしいお店があるかもしれませんね。良い子のみんなは聞いちゃダメですよ。では信号が青になったので手を挙げて横断歩道を渡りましょう。撮ってます。誰に見られようが動じることなく撮ってます。さあ、その目的地がやっと見つかりました。このビルですね、このビル、このビルの8階、北海道ビール園というところへ行ってみたいと思います。では、いざ突入。エレベーターを乗って、わ、すごい大きなビルですね。結構奥が深い大きなビルですね。いい感じじゃないですか。ワイン、バーン、何でしょうね、間接照明、バーン、こっちは LED でバーン。エレベーターがありました。さあ、ビルの奥地にエレベーターがありました。そして受付9階、はい、じゃあエレベーターに乗り込みます。瀬戸さんを置いていくことにしましょう。来た。エレベーターの中でもひたすらみんなで撮り続けてるという。あやだ、こんな。はい、9階に到着しました。到着しました。さあ、どんな感じなのか入ってみましょう。じゃあ出ます。おしゃれなお店ですね。入ってますよ。皆さんで予約してますよ、ちゃんと。お、広い、広いですね。かなり広いです。お願いします。28だけど、じゃがじゃがじゃが